ベネショフは、チェコ、中央ボヘミア州の自治体、プラハの南東約3 7トル地点にある。カルロベイにあるかつての修道院跡かつて無人であった、プラハ南部に、プシセミスル長期の11世紀になって植民が行われた。ベネショフ最古の場所は、カルロベイと呼ばれる荘園で、教会と村がその周囲にできた。ベネショフ建設後、町の中心は、 現在のマサリク広場へ移った。カルロベーにはコンベンツァルセイフランシスコ修道会の修道院が建設され、やがてプラハシ教トビアーシュが所有者となった。彼は町から2キロメートルほど離れた場所にこのピシツェ城を築いた。14世紀、ベネショフは貴族シュテルンベルク家の所有となった。シュテルンベルク家の紋章である青字に描かれた黄金の八星型は、 ベネショフの文章として、現在も残っている。1420年、ヤンジシカは、ベネショフの修道院を燃やし、プラハへ向かった。中世後期のベネシャウは、数々の外交交渉の舞台となった。1451年、1473年には、ボヘミア王国議会が開かれている。15世紀から16世紀のベネシャウは、経済成長を遂げた。 プラハリンツ間の街道沿いに位置したためである。16世紀終わりから街の所有者は数回変わった。30年戦争中にはポーランド軍とスウェーデン軍が街を荒らした。カトリック再改修と教育向上のため、1703年にピアリスト会派の高等学校がベネショフで開校した。1871年、ベネシャウに鉄道が敷かれた。第一次世界大戦末期。 ベネシャウは、オーストリア帝国の中屯地であった。第二次世界大戦中には、武装親衛隊の訓練地帯に含まれていた。セスキー・スタタ・スティッキー・ユーラド、ダイ・アイン・ウォーナー・ザ・ランデア・チェッチション・ゲメイン・デン・フォーム1、ヤヌハー2011。ありがとうございます。